プロになって、これにも書いたんだけど、あのとあるギャルゲーに出てたキャラクターを当ててた女性声優さんに、あの実はあの学生の頃すごいそれ遊んでてって、え、なんでそんな遊んでたのって、気持ち悪いって、なんかおかしいファンも増えたし、なんかイメージも勝手についちゃうから嫌だったって言われて、すっごいショック受けた。これが現実なんだよ。俺渋谷の裏通り泣きながら歩いてた。嘘だろって言って、俺神南スタジオの帰りに泣きながら書いたんです。やめなさい、絞られてくるから。嘘だろって言って、なんだよって言って、格ゲーも好きだから、格ゲーに出ていた好きなキャラっていう先生に言ったら、君の方が詳しいよって言われて、ゲームっていうのはもう一回取ってそれっきりだから忘れちゃうって、君の方が詳しいし向いてるんじゃないかなって言われて、えだって。でも中にはありがとう杉田君、そうやって、あの青春の貴重な時間も使ってくれて、愛してくれてって言って、ちょっとキャラ声で言ってくれるんですよ。そういうゆかなさんみたいなタイプの方が今でも一緒で、言っちゃいましたけど、そうそうそう、あ、こっちの方がいいわって。だから自分より若い世代が入ってきた時に、それを言われた時に、なんであんなもの好きなのっていうのは明らかにマイナスだし良くないから、僕はそっちのありがとうなっていう。だから信長君にブレイブルー好きですって言われた時に、お前にも青の力が必ず宿るぞって言って、ラグナの方でありがとうなって言ったら、あいつその後出たんだよ、ブレイブルー、同じような力を持った新主人公で、あいつの試合が、あ、芝居が仕上がって、やっぱ愛情っていい方向に働くとこういういい結果を生むんだなって。あとはまあ最近だと女優さんとかに、やっぱりその若手の子に何々っていう乙女芸の何々くんが本気で好きでって言われた時に、そういえばあの収録すごい大変だったなと思ったけど、なんであんなのって言ったら終わりだから、分かったって可能な限り覚えてる情報でありがとうねっていうのね。いやそれ嬉しいですよね。